はい、皆さんこんにちは、たなしょうです。ということで本日はですね、今回とあるすごいものを手に入れました。それがこちらです。はい、これ何かというとですね、これ1個4300円の超巨大ダチョウ卵。すごくない？これちょっと待って、見てこれ、めちゃめちゃでかいんですよ。普通の卵の25個分に相当するらしいんですね。でこれよーく見るとね、すごいつぶつぶしてるんですよ。見えるかな、こんな感じでね、表面つぶつぶしててね、すごい綺麗ですね。かなり重たいです。そしてね、結構強めにパンチしても割れないということで、今回このダチョウの卵を使ってね、シンプルに目玉焼きを作ってみよう。巨大目玉焼き、巨大目玉焼きをね、作っていきたいと思います。ということで、レッツダチョウの卵。はい、ってことでね、キッチンの方に来たんで、早速今からこのダチョウの卵をこのね、トンカチで割っていきたいと思います。はい、で穴を開ける部分はですね、こうやってね、暗闇でライトを近づけると、はい、この気室というね、このあの空間があるんですけど、ここを目安にこう割っていくと。どれぐらい硬いんだろうね、ちょっと本当にわからないけど、ちょっと慎重にね、上の方を大きくね、穴開けていきたいと思います。一旦ちょっと叩いてみますね。いきます、せーの、ほい。あー、これは硬いぞ。あ、これぐらいの力で軽く何回か叩いていくと、ちょっとずつ削れてきたね。まだ中に到達してないですね、これね。あ、今貫通したかな？貫通したんで、こっからはペンチで徐々にね、ベリベリ剥がしていきたいと思います。あ、硬っ。うーわ、すごい。はい、ってことでようやくね、ダチョウの卵割ることに成功しました。見てください、こんな感じ、こんな感じで、割ったんで、早速ね、今からこのフライパンにね、流し込んでいきたいと思います。早速出していきます。いきます、まず白身、白身きたよ。はいはいはい。でこの黄身をね、黄身を割りたくない、黄身を割りたくないんだよ。はい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 、でけー、黄身でか。ダチョウの卵出すことに成功しました。見てこれ、やば。はい、ってことでここからとろ火で約30分間、とろ火で約30分間焼いていくということで、このまま、焼いていきたいと思います。はい、今弱火でね、少し焼いてるんですけども、若干白身がね、こう固まってきました。でもまだまだ時間かかりそうなんでね、もうちょっと、焼いていきたいと思います。はい、ってことであれから30分できました。もう色変わってるのがちょっと見えます。ということで早速オープンして見ていきましょう。じゃあ行きますよ、オープン。うわー、すげー、やばい。見てこれ、黄身がね、もうすっかり固まってますね、しっかり。でこの気泡がさ、月面、もう月面だこれ。弾力がすごいんだけど、ぷよぷよ。え、なにこれ、力強さを感じると、この全然普通の卵と違う。はい、そしたら早速お皿の方に移動していきたいと思います。ちょっとやそっとじゃね、形が崩れない。寒天みたいな、もうなんかゼリーみたいな感じ。このプルプルさ、このプルプルさよ。ってことでこれいけるかな、これ。ちょっと黄身のところめっちゃ重たいわ、これ。こうやってやっちゃった方がいいかもしれない。あ、来た、いくよ、乗せていきます。はい、巨大ダチョウ目玉焼き完成。持ち方がさ、持ち方がもうピザなのよ。イタリアンでピザ運んでくる人の持ち方なんだよね。はい、ってことで早速今から実食していきたいと思います。では行ってみましょう。ダチョウの卵目玉焼き完成したということで、早速実食していきたいと思います。香りはね、もう本当にすごい卵の香りがもう強いですね。ってことでちょっとこの辺、黄身も一緒に、あ、しっかり中まで火通ってて、もう本当に固まってますね。はい、ってことでチーズケーキみたいな、あとこれでもう普通の卵のさ、黄身1個分ぐらいあるもんね。ダチョウの卵食べてみたいと思います。いただきます。
まい。これでもう1個分ダチョウの卵うまいと。うん、俺普通の卵よりちょっとこっちの方が好きかもしれないっていうぐらいに、この黄身のパサパサ感がないですね。あんまりあるんだけど、なんて言うんだろう、柔らかいクリーミーな感じで、普通の卵の方がなんかもっとパサパサしてるイメージ。この黄身だけをさ、もう出して混ぜて、そこに砂糖を入れて、そのまま焼いたらもうそれがケーキになるみたいなぐらい、この黄身の味がマイルド。もう一口いただきます。うん、美味しい。あ、すごい白身の弾力すごいですね。結構この縁の部分ちょっと焦げてるところとかだと噛み切れないかも。それぐらいブヨブヨしてる。美味しい。全然生臭さもない。でしかもね、このダチョウの卵ってダチョウ抗体って言って、それこそコロナとかインフルとかにもこう効くような、体にすごいいいね抗体がなんか入ってるらしいんですよ。まあ、とにかく栄養素がすごいいいと。だからもしかしたらこれちょっと高いけど、普通の卵よりダチョウの卵ありだぞ。でもさすがに毎朝これ出てきたら俺泣くよ。うん、けどなんか大人数でね集まった時とかにはすごいいいかもしれない。インパクトがちょっと凄すぎる。でもね、味も本当に美味しい。もう普通の卵と何の変わりもないし、なんなら多少的な意見としては普通の卵より美味しいかもしれない。うん、ってことでさすがにちょっとね、今卵2個分ぐらいの黄身の量食べたと思うんで、まあ、これはねまた後日、みんなでね美味しく、いただきたいと思います。ということでね、ぜひ皆さんも気になったらダチョウの卵を食べてみてはいかがでしょうか。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで、じゃあね。